はい、こんにちは、松田ジュリエットです。今日もね、レビュー、グダグダレビュー、オタク惑星レビュー動画、イエーイ。はい、というわけでね、どんなわけだか知らんがよ。またね、レビュー動画をね、適当に撮っていきたいと思います。うまくできるかな、どうかな。というわけでね、開封動画ですね。はい、ご覧ください、ご覧ください、この棒で。はい、ですね、グッドスマイルカンパニー、フィグマ、グリッドマンですね。新しいあのアニメのグリッドマンの、フィグマです。いや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 、やっとです、やっと出ましたね。はい、でこちらはですね、知ってます通り、あれですね、ファインクローバーの、ソフビのやつ。それとこっちは、ウルトラアクトの、旧特撮版のグリッドマンの、フィギュアとなっております。さて、楽しみです。早速ですけど、早速開けていきたいと思いますね。はい、ほら、ここでいいのかな、よいしょ。はい、よいしょ。いやー、やっとですね。発売がね、ちょっとね、よいしょ、遅れたりとかして待ちに待ったんですけどね、いろんなこの立体物がある中で、やっぱりこのグッスマさんのね、やつが一番欲しいなと思って、おお、なんかいっぱいできたぞ、なんかいっぱいできたぞ、なんかいっぱい出て、お、出ました。体験が出てきました。これね、これあれね、パースを変えてこう取るためのやつですね。だからこう縮尺が若干違うってやつ。はい、というわけでね、おいおいおい、後ろにいっぱいなんか転がっとるぞ。これは、あ、いつものパーツ入れ。これは、あ、ハンドパーツでーす。ハンドパーツと、あ、そうそう、これ台座がついてんのか。これ台座ね、いつものフィグマの台座。で、本体となっています。本体をね、開けちゃいましょう。ちゃんと部屋を掃除しないと、ちょっと。はい、というわけでね、こんないろいろね、ついてまして、これね、開けちゃいますね。これどうなってるの？これは、あ、これ開いてるのか。もう開いてるから、これと、グリッドマンソードの、これは、あれだな、あれの部分、アックスの部分か。と、剣の部分ですね。はい。多分これ合体するんだろう。多分な。どんな合体するかよくわからんだが。まあ説明書見ればわかるだろう。あ、こうかな。あ、こうだな。はい、こうですね。おー。金色である。この旧グリッドマンの剣と比べても、あ、まあこれはあれだね。合体しないタイプの剣だから。比べるならこう比べればいいか。こう比べるべきですね。はい。うん。まあ、今風でかっこいい剣です。はい。というわけでね、次は、これいきまーす。イエーイ！かっこいい。っていうかもうね、すでにね、すでにかっこいい。立ちがかっこ、だいたいフィギュア、立ちがかっこよくないとダメね。うん。立ち姿がかっこよくないフィギュアってダメ。どんなポーズ決めてもね。だけどこっちのファインクローバーさんね。こっちの、どうだろう。ああ、うん、そうね。だいぶこれ、けれんみが強いな。癖が強いってやつですよ。ああ、こう、パッて見た感じですぐわかるぐらい、癖が。型の癖。なんていうかな。大張さんがデザインしたような、なんか、うん、感じね。で、こっちが、はい。多分、これはアニメ版に近いのかな。ファインクローバーさんの方が。まあ、顔もね、うん。全然違うわ。うん。すごいアレンジが。もうすぐアレンジ効いてます。うん。こっちはなんかアニメ版でも若干スーツ感がありますよね。まあ、ソフビだからっていうのもありますけど。こっちは本当にもうなんか、なんだろう。なんか、本当にアニメから、アニメのやつをもうのんすごくそのフィギュアとして
なんかこう、なんかすごい過度な演出をしたようなこの感じですね。背中です。お、うん、ふくらはぎがいいね。見て、これがこのふくらはぎの違い、わかります？すんごいもっこりしてます。いいですな、こういうケレミス、いいですよ。あと肩ね、肩のこの感じ、バランスがいいからね。なんかこうフィギュアとして、こう可動フィギュアとして、これすんごいいいですね。あのいろんなところから、ほらバンダイのミニフラとかもあったけど、結局こう全部スルーしてこっちに行きました。私、なるほどね。おうほう、腰のね部分こんな曲がってますよ、すんげえ。こうね、後ろはこんな感じ、前はこう、首は上、前上横はねボールジョイントだな。これに、あ、二重関節になって、エヴァ的なね、エヴァ的なこの首の下がり方ができますな。エヴァ的、まあ、もうこの辺の可動フィーはね、多分すごいもういいと思うね。ほらね、これもグリグリ回るでしょ、ここも回るでしょね、ここもグリグリ回るし、もうこのアーマーもね、もうそれだけで曲がるし、足もそう、足は若干そうね、これがちょっとこの軟質パーツ乗ってて、こう干渉してもこうグッてグッて上がるようになってますね。足は一軸だが、すんげえ折りたためる。一軸だけどこんだけ折りたためる。ここにふくらはぎが当たってもこう干渉しないように、こういううまくくぼみができてますよね、うん、こういうところがケレミオで、実際こういうこうはなってないんだろうけどさ、ね、デザイン画で分かんない、デザイン画でこうなってるのかもしれないまあでも多分そうなってないから、こういうところはフィギュアとしてのねケレミだよね。足にもボールジョイントということでね、うん、いいですね。いやー、遊ぶぞーって感じね。これは遊べるフィギュアです。なんかね、フィギュアーズとかウルトラアクトに比べて、なんかね、素材がね、あの PVC だからふにゃふにゃした感じなんですけど、あの関節が緩いかといえばそうではない。逆にこれ関節がちょっと硬すぎて、このふにゃふにゃが際立つかな。このボディ自体に剛性がないから、あの関節の硬さでがちょっとこう動かすと気になっちゃう感じするな。今すごい硬いのよ、こう今肩を動かしたんだけど、すんげえギチギチ言ってるぐらい硬い。あ、こっちは柔らかい。まあね、製品によりますから。あ、取れましたね。あ、これはただ差し込んであるだけですね。ほほー、まあ、こういうところもあれですね、まあ、ポロリもあるよと、うん、まあいいんじゃないですか、グスマさんだし、ね、はいはい、なるほど。おお、いいですね、かっこいい。じゃポーズ出してみましょう。グリッドビーム、もっと肩を上げよう。こうか、こうか、こうなのか。ほら、いけてる、いけてる、かっこいい。おお、かっこいいというか、このん、ここがすんげえ動く。あ、ね、あ、どう、そういうことか。ここがすごいの、これがこの器具自体が動いてるから、すんげえ前に来る目が、だからこんな感じのこうポーズが取れるじゃん。ここのボールジョイントだけじゃなくて、ここの部自体が動くから、すんごい可動範囲が広いですね。なるほどね、すごいぜこりゃ。変身のポーズを撮ってみましょうかね、はい、変身のポーズ、変身した時に出てくる時ね。これは皆さんね、結構ね、あの首が、あのウルトラマンとかとポーズ出す時、首だけで動かしてる人いるんだけど、違いますね、腰から来てますから、はい、だから
当たり前ですよね、人間の首ってこんなあの曲がんないから、ウルトラマンのねあの構造を取らせるときにさ、だからこんな感じでいいです。だから腰を曲げてバッチリ、ほらピューヒーンという変身ね。これ我が生涯に一片の悔いなしポーズもできますと。おう、首がよく動くっていうのはいいな。実際このこのぐにゃぐにゃ加減、あーごめんね、グリッドが、うん、横から見てもこう分かるように、この首がすごく長く作ってあるからいいですね。旧グリッドマンと比べても近いです、この旧グリッドマンの大きさとね、分割しやすいと思いますよ、うん、さて、うん、武器とか持たせる、まあ、なんか他のレビューアーさんがいっぱいいるんじゃないかな、武器持たせるところとかは、うん、と思いますよ僕が一番ずつ持たせなくてもね。あでもね、すごいこれおすすめ、見てこれ、あ、ほんとほら大きさほぼ変わらんね、これ並べるのにちょうどいいわ。これね、あの怪獣のね装備とかも出てるからね、そのこのグリッドマンのね、新しいグリッドマンのさ、うん、あのぜひね、あのそれとね絡めて遊びたいと思います。おおすごいぜ、これは買ってよかった、これはよかった。もうね倉田さんのイベントとかがあるからさ、こうねあまりね怖いのよ浪費がでもこれはよかった、もう買うべきものですよね。ほらキックも飛び蹴りもすごく決まる、シュキーン、いいですね、うん、本当にこれはいい、これは遊べるよ。ハンドパーツもついてるし、まあね、このケレミのあるこの台剣もねついてますからね、プレイバリューすごくいいですね。6000円ぐらいだしね、うん、いいと思いますよ。皆さんもねぜひね、グリッドマンもう1年経ちますよ、もうすぐね、グリッドマンね、この1年経つ、ね、やっと出たこのフィグマのグリッドマン、ね、ぜひ手に取ってほしいですね。これは本当にかっこいいよ、このケレミのとかアレンジはもう俺にとっては20丸です。うん、というわけでね、今日のレビューここまでです。それではね、また本編オタク惑星でお会いいたしましょう。さよなら、バイビー。